まもなく成人を迎える大学生たちが神戸市東灘区に本社を置く酒造メーカーに集まり酒造りを体験しました。このプロジェクトは成人の記念に自分たちの手で作った酒を味わい日本酒の魅力を若者に知ってもらおうと企画されたものです。学生たちはこれまでに酒米山田錦の刈り取り作業を体験していて、今日は蒸した酒米に麹を揉み込む床揉みを学んだり、タンクの中に入っている水や米麹、蒸し米などでできた木元を二人一組で息を合わせてかき混ぜたりと酒の仕込みについて学んでいました。実際にかき混ぜたのが想像以上に重くて、なんか重そうに見えなかったけど自分でやるのがやったら全然できなかったのが印象的でした。自分たちがやっぱ作ったお米で、お酒を作ってそれが飲めるっていうのはすごく楽しみなので、本当に出来上がるのが楽しみですね。酒は3月1日に完成し、学生たちが成人の祝いに味わうということで、数量限定で販売もされます。